一口歴史を見せたいということで今回も動画撮っていくんですけども、今回はねこちらのデッキ使っていきたいと思います。ナイトのボムバルですね。これをねツイッターの方で使ってほしいっていうね意見をもらったので使っていこうかなって思います。ちょっとナイトなのが珍しいよね。アイゴレで柳目はまあ今の環境的にね強いからありかなって感じだけど、ナイトね、なんでこれ数回使ったけど、まあ勝てたけど、ちょっとね、やっぱ使い方難しいなって気はしたね。で、このね、デッキをくれたのが、ソルトさんっていう方でね、もう昔から、マジで超昔からね、関わりある人で、久しぶりにね、使ってほしいですみたいなコメントいただいたからね、そういうの嬉しいですね。他にもね、使ってほしいデッキとかもしあればね、YouTube のコメントとかでも全然いいんでね、 Twitter の DM でもいいし何でもいいんでくれたら嬉しいです。ということでいきますか。枯渇ね、マイティ枯渇、まあマイティ枯渇に関してはナイトで、あーでもこれは一回ね行きましょう。これはロケ打たれるんですけど、うん、まあまあまあこれはね雪らも打たなくていいね、バッカー入るんで。で、ここで、まあ、マイティじゃなくて、これちょっと鬱陶しいな。雪玉切ってからの、まあまあ、プリンがね、来ると思う。そこ、音速。無理か。まあ、しゃあない。構えてたけど、さすがにね、先出ししないと。これ、アイスピだけで完封できない。オッケーオッケーオッケー。とも切った。まあ、バレルに対して、まあ、柳目。というよりかは、プリンに対してね、柳目打てるってのが強いか。ただ難しいね、これ。まあ、さすがにロケット打ってこないと思うんで、後ろからナイト入ってあげて、いや、これケツバルーンしていいか、しますか。一回ね、後ろから入って、はい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 、もうこのロケットは別にね、美味しいっすね。なんなら美味しいまである。で、ここは、おー、なるほど。それは相手そう。ここ、こっちの受けちょっとね、鬱陶しいと思うんですよね。なるほど。さあ、これはただ雪玉が強いと。よいしょ。ナイト出して。いや、ちょっとな、やっぱ難しいね。まあ、ケツバルーンもこっからはあんまりね、刺さらないから、ここは攻めてあげて、で、ここね、ゴブに対して雪玉打ってあげて、と思ったけど来ないと。ただ、これだと、でもロケット当たってないよ。あ、まあ、これは勝ちですね。おお、やばい、すごい。それ間に合うんだ。ただ、1、2、あ、やべえ、エリア溢れてた。ちょ、ぼーっとしちゃうな、今日。さあ、これ、雪ラム打っといて、削りつつの、まあ、ロケ当たってないんでね、これはもう、勝ち確まであるね。さすがに諦めかな？さあ、諦めましたね。まあ、当たってても当たってなくても、マイティ枯渇は基本的にね、相性いいから、これ、スケルトン、ちょっと見れるんじゃない？どうだ？いやー、ただ通りつかないね、全然。増えてはいるけど。まあまあ、これは相性がいいからね。まだなんとも言えない。やっぱ、アイゴレって優秀だからね。アイゴレマジで優秀だからな。逆再誘導がやっぱね、超強くてね。逆再誘導からの真ん中浮きがね、超強いから、それがね、できないのはちょっとあれですけど、まあゴーストとかに対してはそれこそね、ナイトの方が強かったりするんでね。さあ、ロイジャイっすね。いやー、これバルーンあったら逆サイってね、もう、よかったんですけど、ないんでね。これはしゃあない。いやー、これむずいね。まあ一応マスケ出すけど、逆サイワンチャンね、来るね、これ。うわ、今、初手でなー、あれば、マジ完璧だったな。まあ初手家なんだけど、完璧って言っても。おっと？そのザップは？ちょっと美味しいですね。これはマスキをね、延命する感じで出してあげて、さあこれいいよ。雪ラム打ってあげて、あーマジか、竹が。そっちかーって感じだけど。ただこれは爆破で、さあマスキが入っていくと。1、2、3。いやー、2か。ザップか、珍しいね。ロイジャイではあると思う。ちょっとこれ、ミュートしますか。さあ、トリトンが出てこない。そしたらスケルトン追加して、
ちょっとの嫌がらせ。採用。これに咲かせんのでかいね。これになぁ。ゴースト咲いてくれんのマジで。いいね。ここバルーンつけても良さそうな気がするけど、ちょっと様子見かな一旦。あ、まあ、これいきますか。これつけてあげて。多分ね、そう、こんな感じで。割とね、これ削れるんじゃないかなって思う、俺は。いや、そう、これが強いね、やっぱ。トリトンをさ、溶かせるからね、マスケが。じゃないとか、ナイトでね。いや、マスケやばい。え?マスケやばい、マスケやばい。うわ、強。トリトン突破できるってのもね、やっぱ強いかもな。もしかしたら。さあ、相手ロイジャイ出さずに。あ、来ましたね。進化ロイジャイ。ただ、これは、このターンを、まあ、ボムね、置かないで守ってあげて、まあ、ライトニングとかの可能性もね、あるけど。さあ、これは、まあ、でも、ボム置いていいわ。これ、ボム置きましょう。ボム置いてあげて、逆サイにね、もしね、進化ロイが来たとしても、マスケ回るんでね。多分、これはね、なんならボムも、はあ、残ると。ああ、マジか。今、来ないと思ったけど、来ましたね、ちゃんと。ただ、これは、ボムターン回してあげて、いやー、これ分かったなー。さすがにですね。いや、マジ、進化スケルトン。何も仕事してないって。ただ、マスケがほんと強いね。相手これ、スペル何だったんだろうな。ちょっとスペルがね、わかんなかったけど。さあ、ジージー。よいしょ、ミスティック。ただ、ザップだけだからだったらマジで。どうやって突破すんのって感じだけどね。進化ロイのワンチャン狙ってんのかな。ヤザか。ヤーメ打ってたっけ。ちょっと記憶にないな。言われてみれば打ってた気がするけど、やっぱロイジャーに対してはワンチャンナイト型の方がいいかもね。あとホグか多いのが、まあ、ディガー受けもできるから優秀っすね。これマジアチャだったらやだな。さあ違うと、まあ、これは逆サイいきますか。まあ同サイでもいいんだけど。うわーミニペね。いやスケルトンないのちょっと、うわーここやっぱこれ最悪な手札してる。手札がまずい。これスケ回してあげて、よいしょしてあげて、相手はミニペユーの、うわーなるほどね、ティガーか。あーメガオールみたいな感じかな、もしかしたら。ただこれは、あーなるほど、まあ、これはヤナアメ打ちましょう。また外した、やば。いやヤナアメ外すやつっているん、ちょマジやばいって、さすがにやばいって、マジ見たことないって。これ逆サイユーノとか来たらめっちゃうまいね。ヤナアメ外してたぞ今。まあいいか。そう、環境的にはヤナアメがめちゃくちゃ強いっすね。ロケ砲が流行ってるし。っていうのもあってね。ボムバルの、ただロケ砲じゃなくてヤナアメ入れるために樽を抜いちゃうと陸が薄いから、そのためのナイトっていうね。そういうことかな。そういうことかもしれない。今言ってて思ったわ。多分そういうことっすね。いや、そう考えるとめっちゃいいな。めっちゃいいかもしれないな、これ。で、使ってる感じ、だいぶ慣れてきたしね。慣れてきたらなんか負けなそうだしね、そんな。うわ、やっぱそれ。いや、ボムターいかれてんのめっちゃ、いや、いかれてない。マジか。あ、それは別に美味しいですね。あ、なるほどね。そういう感じか。さあ、これはギリギリで。いやー、でもこれは、ボムターンも置くか。割とね、チャンスではあったと思うけど、バルーンのね。あ、なるほど。いや、これ一回行きましょう。これ一回行ってあげて、いや、舐めなきゃ。これ今度こそは外さない。いや、いいよ。で、これ相手は、トルネでね、キングキロだと思うんで、ティガーで削っていくと。やつ、あーさすがにね。さあここで進化スケ、いや進化スケ、まあ一回出すか、出しましょう、どうせなんでね。これでファルチ来てトルネも来るんですけど、ここをね、いやこれマジヤナアメが強いわ、シンプルに。これないともいいけどヤナアメがいいわ。さあバカバ入らないか。でもいや、守られちゃったけど、マスケこっちから出しとけば、相手はね、何もできないんで。なるほど。だからこれは、いや、いや、いいや、やめよう。
ファルチェでね、トルネファルチェで回収される未来が見えた今。これな、左の形、キング起動したいね。あ、やばいかもこれ。待って、これさ、ワンチャン俺、なんかシャシャってね。やばくね、ワンチャン。マジでワンチャン、ワンチャン怪しい。と思ったけど、めちゃくちゃいい許容してる。そこが耐えれそう。いやー、飛んじゃうか、言うの。いや、これちょっと怖いから、一応ね、出しといて。いやー、むずいね。まあ、ここは、逆サイバルーンかな、一番いいのは。メガナイトで踏まれると思うんで、オッケー、これは、ヤナミ速攻だね、ガゴに。いや、ターン入れたかったなー、もったいない、これ。さあ、取り抜きった。ただ、爆破は入らないっすね。トルネが強いな、やっぱ。いや、もう一回後ろからだな。で、これで、メガナイト来ると思うから、そこで、と思ったけど、来ないんだ。うまい、それ。いや、待って、これ中途半端かも。やばいやばいやばい、中途半端、中途半端。ちょ、待って。ちょっと待ってね。これやばいな。これまずいな。流れがやばい。いや、そうだよね。オッケーオッケー、拾ってる。これバルーンが、てか、ファルチが、タイ取ってからちゃんとね。これで処理して、ヤナアメで。いやいや、これヤナアメをさ、俺、ちゃんとタワーに入れてないのが、やばいわ。下手すぎるわ。また爆破も入らないと。いや、まずいね。あ、爆破入ったか、今。多分入りましたね。これヤナアメ、さすがにね。オッケーオッケー、消えた。これね、削りも入ってるんで、熱い。で、これ爆破も入る。ここ入れたい。めり込んで。トルネが怖い、トルネが。オッケーオッケーオッケー。いや、危ねえ、マジで。ギリギリ？危なー、マジで。いや、ギリギリだなー。ちょっと、下手すぎたなー、立ち回りが。陸が。いや、陸は足りるね。なんだろう、今。普通にトルネが強かったのもあるけど。なんか、アイゴレバルーンの癖でナイトバルーンとかね、しちゃうけど、あんま良くないね、多分。ナイトバルーンは。バルーンディガーでヤナミ打つってのが一番いいかな、これは。まあ、相手のデッキにもよるけど、今みたいな感じだとね。いやー、これどうだろう。ラーバかー。ラーバちょっと渋いね、多分。いやー、メガゴ強い。いやー、でも、いや、そうね。いやしく言ってね、今。これは、バルーン出してあげて、ファイボが来るかな、ここは。ファイボ来ても、まあ、許容っすね。許容して、これちょっと後ろの方だけね、つってあげて、さあいいよ。あ、一発入ったか。まあ、一発入ったけど、とはいえね。なるほど。なんかバルーン読みかちょっとわかんないけど。さあ、ラッキー。マスケも入るの熱いね、これ。しかもナイトが一発入りそうね、これは。どう？入んないか。いや、ここむずいな。まあ、高めにボムタワー置いとくか。まあ、まだね、バルーン回ってないからね、相手は。で、ここは一回、まあ、攻めてもいいんですけど、防衛で良さそうだね。これちょっと一回ね、スケルトンで、手札挟んで回してあげて、いやー、これダメだな、でも。これまずいわ。これ守れねえわ。どう考えても守れねえわ、これ。バルーン来るよね、絶対。あ、バルーン来ない。よいしょ。これさ、でもさ、矢の雨でいい感じになりそうじゃない？いや、めっちゃいい感じになってる。オッケーオッケー。ヤナメ強い。いや、これバルーンさすがにね、入らないと思うんで、許容しましょう、爆破は。いや、いいね。ヤナメが強い。で、ここで、次がね、進化ババだから、ここ慎重に行きたいな。オッケー、墓石そっち咲いたら、こっち攻めてあげて、スケドラにね、キラム打てば、入るから、メガクまで来るかな、これ。一応ね、打ちましょう。オッケーオッケーオッケー。キラマじゃなくて、ヤナメ美味しい。これ多分こっちにそうだよね。来るから。え、これさ、ちょっとおしゃれ技いくわ。どう？この増殖。ワンチャンない、ワンチャンない、マジで。いや、これキング。キングやばいぞ、これ。あ、これキング行きましたね、これ。これ、これキング来たわ。うわ、ファイブ打ってる。ファイブ打ってるけど、多分止まんないっすね、スケルトンが。キング削ってる。やばい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 。え、強すぎ強すぎ強すぎ。ガチ強いガチ強い。これマジやばいなぁ。進化すけ。
ガチ強いやん。これ楽しいね。気持ちいい今の。相手がね、ザップとかレイジとかないと、まあ矢鍋持ってるとはいえね、あのカルダシナイトスケルトンに墓石にね、あんな当ててくるやついないから、相手多分一瞬ね、一瞬固まるんよね。これ何してんだ、美味しいってなりつつの、気づいたらスケルトンが金庫をねめっちゃ削ってるっていう。いや今のいいな、強いっすね。いやーこれってかマスケじゃなくてナイトめっちゃいいかもな。これでね、なんかいい感じに組めてるからいっちゃいましょう。これまあ相手だけ逆サイ飛ばしといて、トルネ来るかな、トルネ持ってるかな、まあ相手なら持ってるか。さあ迫撃トルネと、トルネ迫撃か、トルネ迫撃のタルババ。いやースケラはさすがにないと信じたいけど、うん、スケラだったらめっちゃ嫌だっすね。これ今ヤナメで削って、なんだろうな、バルキリーでしょ。いや怖いね、でも迫撃進化してたしな。ちょっとワンチャンはねスケラ説あるけど、これに何当ててくるかだね。あ、なるほど。ただそれは、ああ、なるほどね。いや、もうこれは別に美味しいですね、多分。ああ、イメージが強い。うわ、それ2発いくんだ。迫撃強。迫撃強いな。今、ディガーまでね、速攻飛ばせれば、ワンチャン入ったかもしれないけど。まあでもこれで、スケラがないってのが分かったから、まあまあ、いいでしょう。これなんか、読まれそうたるとか、さすがに読まれないか。ここタレで拾われそうだけど、あ、ミスタリーが、金が当たっちゃうわ、これ。最悪。あー、ベビドラね。いや、まあそうよね。来るよね。ライトニングがね、怖いから一応ね、警戒だけしといて。うわ、なるほどね。それでも美味しいんじゃない？さすがにでしょ。いや、待って、硬すぎる、マジで。やばい。え、ベビドラやばい。入った？うわ！いくいくいく。強い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 。いや、なるほど、マジで。迫撃強いね。こう見ると。あ、トルネがレベル3、なんか、なさそう、相手。1個。スケルトン耐えてたね、今。いや、これトルネ切ってて、これきついんじゃないか？ライト防衛？ライト防衛来た。これ雪山でワンチャンさ、弾いてさ。いや、ちょっと雪が遅いな。いや、ワンチャンの一発狙えたな、今の。もったいない。さあ、迫撃来た。読まれるか。いや、これやばいね。いや、これ渋いかな、もしかして。いや、もしかしてだけど、これ渋いな、多分。うわ、しかも当たってないか。マジやばい。パルキリ入りそう、これ一発。いってぇ。いや、苦しいな、なんか。苦しいっすね。めちゃくちゃ苦しい。いや、進化迫撃マジやばいって、あれ。どうしよう。てか、アイビズが鬱陶しいって。全然当たってない。やばい。いや、これやばいわ。え？これさ、普通にきっちい。なんか、アイビズがやばい。アイビズが、ベビートラがやべえ。マスケじゃなくて、迫撃体力多いし。ずっと残ってるってあいつ。さすがに打たない、これは。オッケーオッケー、打たない。ただ流れが悪いっすね。いや、まあ耐えた方だけど、ちょっとなー、マジで。やばいなー、強いなー。さあ、これは拾ってあげて。あそこ拾えるんだ。いや、これマジ怖いね、ここ。いやー、これスペルで削っていくしかないもんな、俺。サライト来た。ボム置く。ボム置いて。どう？トルネ来るね、絶対これ。トルネ来た。ナイト竹取る。入ってない、入ってない。危ない、危ない、危ない。耐えてる。いやいや、これ、やゆき圏内だ。やぶねー、マジで。いやー、これちょっとなんか、頑張ったな。今。ちょっと自分で、
リガーがめっちゃ入ったのでかかったね。てか、まあこれはちょっとな、さすがに相手のデッキが特殊すぎるから参考とかにはならないと思うけど、報酬受け取りますか。1万、え、でかいね。そんなもらえるんだ。ちょ、マスケレベル上げる？そろそろ行きますか。上げちゃおう。さあ、マスケもエリートになったと。いや、いいね。おー、レベル上がった。来た。これじゃあちょっと開けよう、ついでにね。偶数だからシャードもらえないんだっけ。あー、やばい、ゴミ箱っぽい。あー、ゴミ箱だ、絶対に。うわ、やっぱ最悪だ。ガチかよ。57まではどんぐらいだ。めっちゃ遠い。てか最近さ、チャレンジでもシャードもらえなくなっちゃったから厳しいよな、マジで。課金しろって言ってるような、運営は。完全にそういうことだよね。お、進化スケルトン対決。ちょ、珍しいね。進化スケ来ましたね。これ一回様子見するか。さあ、ホグね。いや、ホグで進化スケはちょっとマジでもったいないと思う。俺だったら、ホグ使いだったら絶対にロケコにするね。進化スケ、ロケコがマジでぶっ壊れすぎるから、あんなの。しかもこれは、あ、神相性と思ったけど、アチャクイの方か。なるほどね。珍しい。てか久しぶりに当たったね、これ。さあ、ここで、アチャクイは来ないと。なるほど。まあ、同祭じゃなくて良さそうっすね、これは。さあ、スケルトン来ると思うんで、諦めてあげて。いや、いいユット。で、ホグが来るかな。はいはいはい。で、これクエイク来たら美味しいんでね。クエイク来たらまたね、あの、マスケ出して、今度は、右をね、多分今ここ、そんなってか、アドがね、ちょっとあると思うんで、マスケ出して、あ、ないわ、アド。嘘？え、マジで？もう一個。ま、ディガー雪まで行ってるから。まあまあまあ、別にいいか。ここ一回行きたいっすね、俺。いや、こっちか。いや、ちょっと待って、やばい。何しか分かんなくなった、今。さあ、次が進化スケルトンですね。ただ、これは、ヤンナーメ削りしといて、さあ、またね、多分ホグが来るんですけど、これも美味しいと。これ、クエイク打ってくれてもね、完封できちゃうから。さあ、相手は学んで打ってこなかった。あ、今度は後が取られてる。いやー、これむずいなー。アチャクイ出してくんないから、なかなか攻めれないけど、さあ、アチャクイ来た。アチャクイ来たら、まあ、こっちのもんですね。ここは。進化スケがどこに出てくるか。さあ、出てきましたね。さあ、これはでも、矢の雨で一掃してあげて。いや、これよな、マジで。あー、ミスってる、泣いて。でかい、これは。美味しいねー。さあ、一発入った。クロークは間に合わないと。さあ、これはもう2周目いって。いや、これは GG でしょ。おー、でも、端前止めはうまいね。端前止めめっちゃうまいけど。さあ、ここで、進化スケルトンを大量にさ、さあ、進化スケがやばい、進化スケがやばい。うわ、キョスケが、やばい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 。え、これ進化スケまたバグるんじゃない？さあ、クエイク打った。スケルトンにクエイク打たなきゃいけないっていうね。マジ、これ、泣くよ。さあ、クロークは来ないと。ただ、そしたら、いや、めっちゃいいボムトード。マスケが、また着衣を仕事させずに処理すると。いや、マジ、あのスケルトンやばいな。バグってたな。ここね、かぶせホグとかもし来たとしても、いや、その端前めっちゃうまいな、相手先から。ただ、これは、タゲ取りの、あ、これは勝ちましたね。いや、雪打ってあげて、ジジ。いや、あのスケルトンのさ、キョスケを、キョスケの後ろから回って殴ることでウッドをかわすっていうね。あれ、マジやばいね。さあ、あと、1、2、3、4、5勝か。まあ、負けるまで行くか。展開まで行けたら、ラッキーだし。まあ、負けても別にちょうどいいぐらいの時間だと思うから。最近な、クラロは割とやってる気がするな。もともと結構やってる方だと思うけど、
モチベが全然ないっていうね、感じじゃないですね、全く。やべ、飛んだ。CRL もね、出たんですけど、割とね、最初は順調で、まあ、不戦勝がね、一回あったけど、その後はね、割と順調で、5-2まで行ったのかな。5-2ぐらいまで行ってて、5勝2敗ぐらいまで行ってて、割とね、マジで、俺にしては調子良くて、ただ、もう睡魔がね、来たのもあったし、やべ。いや、待って、生取ってないって。睡魔がね、来たのもまああったんですけど、それよりね、あの、ドコモ回線がさ、なんか、電波悪くなってさ、切れたんよね、一回、Wi-Fi が。で、まあ、Wi-Fi をね、切って、そのまま、次ね、一回やったんですけど、そしたらなんとね、赤トルネが登場しまして、陣切りね、相手が、戻った頃にはもうボコボコね、行かれてて、寝ました、そこで。そこで、5-3ぐらいになったかな、確か。もうなんか、突破絶対無理、県内まで行って、やめ時だなって思ってやめたって感じですね。割とな、でもやっぱ、CRL はなんだかんだね、楽しいっちゃ楽しいからね。時間がな、本当に。あ、やばい、それマジで。相手やばい、相手やばい。ガチやばい、これ。え、これさ、耐えれんのか、俺。絶対耐えれねえわ。おい、こんなの。こんなのマジで。ワンチャン耐えれる。ワンチャン耐えた。やぶねえ、耐えた。ガチやぶねえ。これ耐えですね。これは耐えた方っすね、多分。いや、この耐え結構でかいと思うよ、俺は。さあ、それでは絶対に落とさせない。ゴースト許容でもいいけど、一旦ね、これで処理しといて、左は、スケルトンで頑張ってもらう。オッケーオッケー、それに割いたら、まあ別にね、これは俺、オッケーオッケー、え、それやばくない？って。その岩場はめっちゃ美味しいな。あー、キング来んのか、なるほど。これヒースピだけ飛ばしてほしい。うわ、やば。マジか。ただまあ、いい感じにね、許容にはなるはず。いやー、強いなー、でも。いやー、なんか微妙っすね。やらかしたかも、これは。三種来る。うわー、ちょっとやばいなー。待って、文句がやばいかも。思ってるより文句がやばい。いやー、ここにないと切りたくないよなー、ほんとに。あ、終わったくさい、これ。いや、ここは耐えれるか。いやー、耐えたねー。危な。いやー、でもやばいなー。三種あるもんなー、多分。来るよね、絶対ここ。うわー、これマジでやばいな。いや、待って、三子厳しいね。で、文句がいるせいか。文句がいるせいで、マジで。きついな。いや、そのさ、やなめのタイミングが、毎回かぶってるのが渋すぎる、俺。ただ、これは、進化スケルトンで、ワンチャンの夢をつかめ。よいしょ。増えろ。いけ、スケルトン、いけ。いやー、でかっ。マジ熱い。ポンプボーイしかない。いや、これよなー。え、ガチ、スケルトン夢ありすぎん？これちょっと。これやばい。スケルトン進化してなかったら負けてたな。まあ、あと、これに関してはナイトでよかったかもね。ナイトのおかげで。ユニット処理がね、しやすいから。いや、でも今の、文句三子は、ちょっときついね。さすがに、相手対空三重子だけとはいえね、文句がやっぱ強すぎるんでね。いや、これちょっと雪玉使うの渋いし、ならタワーの時に打てよって話なんだけど。よいしょ。ギリギリね。ギリギリ延命していくと。まあ来るよね。これはしゃあない。
さあ、ただ、俺のマスキは耐えると。いや、これも耐えると。いや、マジ強いわ。優秀すぎ、優秀すぎ。偉いな。やっぱあれっすね。ヤナメめっちゃ強いな、今の環境。ラバ多いし。これがアゴムネいたらめっちゃ嫌だけど。さあ、インドラね。インドラなら、雪玉をパーン打つだけで。さあ、ギャングまで咲いた。いや、ここむずいな、でも。ここマジでむずいね。マスケ出してもいいけど。いや、一旦ナイトで行くか、ここは。フリーズとか怖いけど。いや、ここアドやば。アドマジでやばいな、これ。どうしよう。いやー、ここ、さすがに耐えれなそうだなーって感じだね。これ耐えれる気はしないな。まあ、ボムタワーはベビドラ追加でしょ。ベビ追加来るからボム置くけど、で、リガ来るでしょ、多分。ファイブか、なるほど。ファイブったら、リガで延命してあげて。いや、ワンチャンこれ、ヤナメと、ヤナメ打って、いや、待って、うますぎ、マジで。マジでうまい、マジでうまい。やばい、やばい、やばい。てか、ヤナメ、うまいって言うよ、ヤナメが強い。で、ここでギャングがある。なるほどね。いや、これはでもさすがに、これで良さそうだよね。コウモリに、雪玉ですね、これは。さあ、ここ雪玉打ってあげて。うわー、ラバ来んの偉いな、でも。マジか、それ、ちゃんと来んの偉いな。いやー、ここ渋いな。やばい、これ。中途半端だろ、俺多分。一番中途半端になる。よくないパターンかと思ったけど、なんか耐えてるぞ、またマスケが。なんだ、このマスケ。このマスケやばい。さっきから、様子がおかしい。さあ、ベビドラ切った。これ、インドラ。なるほど、それなら。一発入るでしょ、さすがに。どう？うわ、入んないか。やばいな、それ。インドラは？いや、爆破当たってないから、ちょっと怖いね。さあ、おしゃれな位置からバルーン出して。さあ、ディガー警戒。これ、いや、コウモリ来る。バルーンが一発入ってくる。よし、しゃ、危ねえ。危ない、危ない、危ない。いや、いいね。相手スペル、ヤナメだったっけ？ファイブか、ファイブだけか。ファイブだけだと、まあ、そうね。マスケが強かったね、単純に。やっぱマスケ、やばいな。ヤナメ打って延命とかね。まあ、あったけど、とはいえ、やっぱ、強い。マスキがシンプルに強いね。うわー、これマジでプロフのデッキっぽいな。プロフというかバッチのデッキっぽいな。メガナイトいそうですね。いや、ナイト優秀かもな。結構耐えれるしね。陸受けに割と優秀。うわ、やば。陸パンパンやん、この人。ただ大体こういう相手のデッキに対しては、またね、マスキがめちゃくちゃ強いんでね。さあ、ここは、いやー、バルーン行きたいけどね、ちょっと我慢っすね、これは。メガナイトいそうだよね、めっちゃ。めっちゃいそうだな。来る？いや、来ないか。あー、ここで来んのね、うまいっすね。まあね、これはナイトにちょっと頑張ってもらって、さすがに処理できるはず。で、ここの防衛がちょっとだけ怖いね、ナイト切っちゃってるから。まあ、とはいえ、守れはすると思うけど。一回寄せて。いや、マジやばい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 。いや、止まるけど、止まるこれ。やっぱこいつ、なんかついてるやつがやばい。耐え変えて。うわー、だけ変わんないか。まあまあ、でも耐えた方でしょう。なるほどね。デッキすごいなー、マジで。ただ、これはカウンターでいけそうだね。ナイトがどうなるかだなー、これは。あい、これでもまあ、そんな変わんなそう。ナイトの方がなんならいいかもしれないね。エレキ切ってくれんのなんか美味しい気しちゃうんだけど。対空なんか強いの持ってるんかな。いやー、これめっちゃ怖いなー、このバルーン。何出てくるんだ。あー、やっぱないね。エレキしかないっぽいっすね。だ、ここのブッパ俺は耐えたらまあいけるけどって感じだね。やばそう、やばそう、やばそう、やばそう。
やばそうやばそう。スケルトン？うわ、やっぱマジで。おい、スケ。進化させてそれかい。ただ、ボムターンが強い。ボムターンとマスケが強すぎる。さあ、全回収。いや、スケルトンもうちょい今の。もうちょいいけたな。頑張れたな、多分。これは？この攻めは？怪しいんじゃない？俺。エレキクルー。さあ、ここイケラム打っとけて。さあ、完璧っすね。まあ、これはさすがにそうね。来るしかないから、相手は。タケタケ取ってあげて。ボムかな？ここは。さすがにボム置いてあげて。さあ、GG っすね。まあ、これはいい。あそこで相手が、まあ、守ってこなかったら、ちょっとあれだったけど、うん、攻めてきてはなかったからね。守ってくるなと思って、打った雪玉が、まあ、良かったね。すごいデッキっすね。でも、ナイト強いかもな。割と、防衛に優秀だね。あとは、進化スキがやっぱ、あるだけで相手がね、ちょっと警戒してくれるから、それでかいよな。こんなんもう逆サイバーレーン行きたすぎるな、今。うわ、なるほど。待って、これさ、当たってる、当たってないよね。うわ、やばい、それ。いやー、これ当たってないのマジやばいな。やらかしたけど、まあまあ、ここはね、美味しい。やーぶねー。いやー、これバルーン行きたいな。5コースでもいいから行きたいぐらいだけど、ちょっと様子見かな、さすがに。でも基本的に体育ないと思うから、あ、切ったらこれ行きましょう。いや、それはもうさすがにだな。さすがに行ってあげて、マスケで回収。あ、雪玉か。なるほどね。ただ、一発入ると。でかいっすね。なんならこれ、ティガーつけますか。ホグじゃない？あー、ゴブリンいるんか。ただ、ホグが来ても、オッケーオッケー、ボムターンね。間に合うから、これ美味しい。美味しい美味しい美味しい。クエイク、いや、待って、ゴブリン。いや、ゴブリン寄り道してるって。痛い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 。お前、強いって。え、雪玉か。雪玉、コウモリは着衣。な、珍しいデッキだな。しかも次が、進化迫撃っすね、相手は。慎重に立ち回りたいね、ここ。と思ったけど、一回バルン行こう。バルン行っちゃって、雪玉そこ構えといて、まあ、着衣単体ならね、まあ、SP 添えてきたけど、雪玉打てば爆破入るから、よくて、いや、やばいか、これ。いや、これワンチャンやばいな。うわ、やばい、やったかも。うわ、やばそう、やばそう、やばそう。いや、やばいな、これ多分。多分やばいけど、いや、まあ、耐えてるな、結構。耐えてはいる。ただ、その、迫撃うまい。けど、間に合う、ギリギリ。さあ、相手は、マスケ警戒してますね、ずっと。めっちゃいいな。めっちゃいいけど、ギリギリ耐えたね。よしよしし、耐えたのでかいよ、これ。これ一回逆サイ行きましょう。で、ここで、マジそれ。いや、そのさ、攻めてからのやつめっちゃうまいな。ただ、ここは俺もね、いい。ナイスナイスナイスって感じ。さあ、いいよ。さあ、耐えた。オッケーオッケーオッケー。完璧っすね。いや、来た。あ、てか、そっか、ホグか。忘れてた、ホグ。え、待って、これやばくない？俺。もしかしてやばい。あ、これもしかしてじゃなくて、だいぶやばいな。難しいね。めちゃくちゃ。ただこれね、なんか、迫撃の進化のおかげで、逆にね、ユニット溜まってくれるから、ちょっとね、やばい、それ。突破されてんの違くない？うわー、これ目に込むしかないか。目に込んで、ギリギリ耐えるけど、あ、ここやばいなー。あ、ここやばい。受けがなくなった。さすがにタワー入ってるよね、これ。いやだよね。ホグだけ押さえといて、マスケ許容で。いやー、なるほど。いや、これきついね。雪玉なのがいいなー、相手の。きついなー。さあ、出てきた。
OK、アイスピンも回収。いいよ。OK、OK、OK。この隙に、ティガー、コウモリ来る、雪玉打つ、マスケも入る。いや、いいよ。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。これバルーンだな、さすがに。いや、耐えてくんの、これ。いや、アチャクイ強っ。アチャクイマジか、強いって。いやー、タワー入るか、これ。一発。いやー、この一発がやばいんだよな、ほんとに。待って、これやばくない？これ。やばいやばいやばい。嘘でしょ。止まる？これ。止まんない、止まんない、止まんない。きつい、きつい、きつい、きつい。ホグ来る。ギリギリ？待って、左の削ってるじゃん、俺。やばい。やらかした。やーぶねー、マジで。いやー、ガチ危ない。左の方が行ってましたね。ただ、そんな余裕はなかった。いや、迫撃マジ強いなー。一回タワータゲったら終わりだしなー。リセットがないんでね、こっちは。一生タゲ取り続けなきゃいけないけど、まあ、これもね、今回のも、ないとかいい感じだったかもしれない。ということで、リーチ来ましたね。これ行って、勝って終わりたいですね。いやー、迫撃、やばいな。圧がすごいな、やっぱ。さあ、タルババ。タルババはちょっと怖いよ。あー、やばいね。最後の最後で、遅延スキルを引くっていう。なかなかにやばそうだけど、まあでもとはいえ、あれだね。進化スケルトンで、うわ、しかもフェニカー。にならこのバルーンも通らないし、ちょっと怖いね。ちょっとまずいね。ポイズン来るかな、ここは。いやですよね。いやー、だいぶ渋いな。進化スケルトンで、まあでも、本当にワンチャンあるのかなって感じだと思うから、ワンチャンは掴んでいきたい。ただ、これそっか、ナイトだから、スキキンがちょっとシンプルにね、めんどくさいかもしれない。まあこれスキル来たら穴埋め打ちましょう。来なかったら、まあボムタワーだけで守ってあげて、オッケーオッケーオッケー。で、いやそうだよね、切ってくるんだけど、そんな変わんないよねって感じなんだよな、これも。タル来たら、速攻ね、オッケーオッケー、ポイズン多いし。これ一回あれだな。あ、待って、それやばいわ。あ、それマジやばい。いやー、今のちょっと違うなー。本当に。本当に違うなー。いやー、しかもこれ痛いぞ。いや、これさすがに許容、さすがに許容。一発だけ？二発か。まあまあまあ、許容ですね。うん。端前で来てもおかしくはないと思うんだけど、さあ相手落ち着いて後ろからと。いやー、まあそうね、そのスキキンがやばいな、俺は。本当に、いやー、これ難しい勝ちで、どうしよう。まあ一回ディガー行くか。一回ディガー行って、さあここね、進化スケルトンなんで、多分ね、いい感じに耐えれるはず。取りに来るかな、ワンチャン。さあ取りに来ない。スケルトン全然出てなくね、なんで。なんか全然出てないんだけど、守れてるけど。あ、ユーズが来る。雪生。うわー、この雪生ちょっと遠ざけちゃったせいで。あ、でも処理してくれるか。処理してくれんならいいや。しかもバルーンが一発入っていくと。いや、スケルトンで回しておきたいな、俺は。いやー、ここ後ろから来んのか。うまいな、それは。ポイズン打たせたいですね。オッケーオッケー。ポイズン打ってくれたら、まあ守れるでしょう。いやー、ここもそうだな。スケルトンで回してって感じだな、俺は。ちょっと暗いそうだけど、柳目で頑張ってもらって。いや、待って待って、入りすぎ入りすぎ。ガチやばいガチやばい。いやー、強いな、スケラは。本当に。本当に強いな。えげつねえな。食らうダメージが痛すぎる。
俺はちょっと位置変えつつ行きたいね。まあ、これはどうせね、どうせ釣られちゃうから。いや、拾われた。いや、まずいね。これは、ちょっとまずいよ。さすがにやばいかもしんない。そのポイズンは、やってるんじゃない？まあ、俺の今のチャンスとしては、両サイドね、削れてるってことぐらいだね。両サイ削りできてるのがだいぶ熱い。さあ、これ来るよ。来ると思うんで、ここで攻めたいね。攻めてあげて。うわー、それちゃんと打ってくんのか。なるほど。ただそれは？いや、待って、スケール入りすぎ、本当に。ただ爆破が入ったけど、うわー、マジこれやばい、ポイズン回ってる。いや、ガチやばいじゃん。嘘でしょ？いやー、この立ち回りしても勝てなそう。悔しいけど、悔しいけど、きちい、やっぱり。いや、めっちゃいい立ち回りしてるけど、どうだ？ワンチャン耐えれる。ワンチャンの耐え見せろ。ワンチャン耐え、いやー、無理だね。あー、なるほどね。いやー、惜しい。ワンチャンはあったけどなー。まあ、きついっすね。スケラはしゃーないなー、やっぱり。もうちょいうまくやれば、ワンチャンほんとありそうだね。スケルトにポイズンされてたから、最後の方は。ってな感じですね。まあでも結構強かったね。遅延スケラはどっちにしろしょうがないから。それ以外にはちゃんと勝ててたから、まあワンチャンありっすね、このデッキも。ということで、ぜひね。気になる人は使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価とコメントをお待ちしております。バイバイ。